こんにちは。時計メガネアクセサリーリコーダーでございます。今回はですね、シチズン の機械式腕時計についてお話ししたいと思います。まあ、機械式っていうのはですね、自動巻きですね、主にね、自動巻き手巻きのことも機械式っていうんですが、まあ、そのことについてちょっとお話ししたいと思います。まあ、シチズン時計の場合、どっちかというとそのソーラー電波とかね、そういうのがもうほとんど、まあ、有名っていうかね、よく売れてる時計の、携帯なんですけど、シチズンでもこういう機械式を実は出してるんですよね。まあ、大体、そんなに値段的には10万ぐらいですね、10万ぐらい、10万以下ですね、10万も入りますけど、10万、8万、あと5万とかね、あと4万台、あと3万台ですね、3万台、3万切るのも出てますね、こういうね、こういう、このタイプですと。まあ、こういうタイプで。まあ、機械式ですから、やっぱりもう電波時計とも全然違ってね、その精度はもうかなり、まあ、使ったことある方は分かりますけど、もうゲッサじゃなくて、日差なんですよね。まあ、日差でも、例えば、1日でマイナス10からプラス、まあ、その状況によってですね、まあ、腕の動かし方とか、まあ、自動巻きの場合ね、あとその置く位置とか、あと季節によってもちょっと変わってきます。あと油の切れた状態とかね、新しいうちとまたちょっと変わってきますんでね、そういう電波時計にはないその時間のこの何て言うんですかね、その合わせ方がまたちょっとそれが楽しいというかね、あるんですよね。その置き方、使い方によってその個性が出る時計なんですね。そういう意味ではですね、まあ、ただこのメーカーの場合ね、まあ、ちょっと私なりの、まあ、意見なんですけど、パワーリザーブついてないんですよね。ゼンマイの巻き上げ残量がだいたい40時間ちょっと持つようになってるんですけど、このモデルでだいたい40、最大で42時間、ただそのパワーリザーブないんでどれだけ残量あるのかってちょっと目で分かんないわけですよね。そういうちょっとですから、今まで例えばクォーツの時計ずっと何十年も使ってた方がね、急にこういうパワーリザーブない自動巻き使うとちょっと巻き不足とかそういうこともありますね、当然。まあ、それもちょっとね、パワーリザーブついてるのがね、本当はそういう意味ではいいかもしれませんけど ね、まあ、いずれにしましても、まあ、こういう種類ございますのでね、まあ、どうかよろしくお願い申し上げます。